どうも、木俣俊太です。今回は俳優が YouTuber になる3つのメリットというテーマでお送りしたいと思います。僕は以前木下ほうかさんなどがいらっしゃる芸能事務所でマネージャーをしていた経験がありまして、自分自身も俳優をしていた経験があるんですが、今回の動画でもその頃にいろんな監督さんやプロデューサーさんから教わった大事だなと思うことを皆さんにシェアさせていただけたらと思います。芸能界で活躍することを目指す方々に役立つ情報を動画にしておりますので、チャンネル登録もしていただけたら幸いです。今回の動画では俳優が YouTuber になる3つのメリットというテーマでお送りできたらと思います。最近は本当に多くの芸能人の方が YouTube チャンネル開設されてますけど、中には佐藤健さんや神木隆之介さん、川口春奈さんなど俳優さん女優さんも多く始められてますよね。それはやっぱり YouTube をやるメリットが本人的にも事務所的にもあるからだと思います。なので今回は俳優が YouTube をやるメリットを一緒に考えていけたらと思います。やるメリットだけじゃなくて、役者さんが YouTube をやるんだったらこういったテーマで、こういったネタで動画を投稿していくのがいいんじゃないかなということも動画の中でお伝えできたらと思います。では早速本題に入っていきたいんですが、そもそもなんでこんなに芸能人の方が YouTube に参入しているのかっていうと、まず一つは若者のテレビ離れに伴うテレビ番組のギャラの低下があると思います。ここ数年で特に10代20代のテレビの視聴率が以前の3分の2ぐらいまで減ってると言われてて、それに伴いネットの利用率は上がっていて、もちろんネットの利用率は YouTube 以外も含まれますが、間違いなく言えるのは何か映像を見るときにテレビで見るより YouTube で見る人が多くなってきているということです。さらに近年導入される次世代通信規格の 5G が普及すれば、通信コストが大幅に軽減され、 YouTube のようなスマートフォンでの動画の視聴がより手軽になります。なので今後ますますネットでの動画視聴率は上がっていき、テレビの視聴率は下がっていくと思います。テレビの視聴率が下がったら当然テレビ番組の制作費やギャラも下がっていきますよね。そもそもテレビの制作費って番組の間で流れる CM の企業から来てますが、最近はそういった企業もテレビよりも YouTube の方が宣伝効果が高いぞということで、テレビじゃなくて YouTube に CM を出稿するケースも増えてきてます。なので今後テレビへの出演費だけでは十分な収入が得られない可能性が高くなっていくので、逆に収益性が今後しばらくは保たれるであろう YouTube に活動の場を移す、もしくはテレビと YouTube の両軸でやろうという考えの方が増えてきているんだと思います。そういった背景をもとに僕が思う俳優さんが YouTube をやるメリットのまず一つ目は、俳優としての個々の魅力を打ち出していけるからです。例えばこれから芸能事務所のオーディションを受けようと思っている方だったら、自分が入りたい事務所にまずは自分のプロフィールを送ると思うんですが、紙のプロフィールだけじゃなくて実は映像資料も一緒につけるとオーディションの通過率ってすごく上がるんですが、そういった自分の映像資料を自分の YouTube チャンネルに用意しておくっていうのもすごくいいと思うんです。役者の方が YouTube を始めるときにどういった内容で動画を上げるべきか最初はやっぱり迷うと思うんですよね。有名な方がやられてるようなモーニングルーティーンとか毎日メイクをやってみようかなと思う方もいると思うんですが、個人的にはあまり効果的じゃないんじゃないかなと思ってて、というのもああいう企画って有名な YouTuber さんだったり有名な芸能人の方だったり、企画じゃなくてその人自身にファンがついているからこそすごい再生数になると思うんですよね。もし自分は人気 YouTuber になりたいんだっていう方だったり、とにかく自分は YouTube を使って有名になりたいんだっていう方だったら、そういう YouTube の人気企画にどんどんチャレンジしてみるのもありだと思いますが、このチャンネル見てくださってる方は役者の方が多いと思うんですが、皆さんが一番やりたいのって役者としての活動ですよね。役者としての活動に生かしたくて YouTube を始めたのに、いつの間にかエンタメ YouTuber さんがやってることと同じことばかりしてしまうっていうのは本末転倒になってしまうと思うんです。視聴者の方やファンの方に、あれこの人は役者じゃなくて YouTuber なのかなって思われてしまうのもあんまり良くないと思うし、なのでやっぱり YouTube をやるとしたら自分にしかできないことを動画にしていくべきだと思うんです。役者の方にとって自分にしかできないことっていうとやっぱり芝居だと思うんです。ちょっと余談なんですけど、僕が最近見つけた動画で役者としての YouTube の使い方としてすごくうまいなって思った動画がありまして、それはフラームさんという芸能事務所さんの公式 YouTube チャンネルでアップされていた松本穂香さんの一人芝居の動画なんですが、旅行代理店の女性に扮した一人芝居なんですが、見ててすごくうわーこういう人いるなって思っちゃうぐらい芝居を上手だなと思ったんですが、これってすごく役者だからこそできる動画だなって思うんです。それにこういう動画ならこの動画撮影してるその時間そのものがスキルアップにもつながると思うし、この動画を見る視聴者さんも、あ、この人は役者なんだなと思うじゃないですか。
それに今はコロナで外での撮影がなかなかできない時期だとは思うんですが、こういう屋内での一人芝居だったら自分でやろうと思えばできなくないと思うんです。余談ですが、僕が芸能事務所でマネージャーをしていた頃は、毎日のように届く所属希望者の方からのプロフィールを拝見させてもらってたんですが、紙のプロフィールだけだとこの人は実際どんなお芝居をされるのかなって知りたくなるんですが、大抵のプロフィールは紙の資料だけで結局知れずじまいになってしまうんですけど、もしこういう一人芝居の YouTube チャンネルやられてる方がいて、そのチャンネル名をプロフィールに載せてくれてる方がいたら、そのチャンネルを見ればその方がどんな演技をするかわかるし、審査員からしたら俄然その方への注目度って高まると思うんですよね。なのでこれからもし YouTube を始めたいという方は、オーディションの通過率を上げるためにもご自身の演技力がアピールできるような、そんなチャンネルにするといいんじゃないかなと思います。俳優が YouTube をやるメリットの2つ目は、 YouTube はテレビなどに比べて自由度が高いことです。これはドラマに限った話じゃないですけど、テレビ番組や CM はどれもその番組のあるいは商品のコンセプトというものがあって、基本的にはそのコンセプトだったり世界観に合わせて立ち振る舞わないといけません。視聴者側からはあまり感じられないことかもしれませんが、実はたくさんの制約があります。他にも共演者だったりスタッフに気を使わないといけないし、新人の方は特に自分の意見はまず通らない世界です。なので人にもよりますが、多かれ少なかれどこか悶々とした思いを抱えてしまうケースもすごく多いと思います。 YouTube ももちろん最低限守らないといけないコンプライアンス的なことはありますが、そもそもコンセプトだったり構成だったり全ての主導権を自分が持てるわけなので、別に誰かの顔色を伺う必要もないし、誰かの指示通りにやらなきゃいけないわけでもないですから。さらにテレビドラマや映画はカットだったり撮り直しの権限は監督にあるので、自分的にはもう一回撮ってほしいと思っても監督が OK という判断を下せば次に進んでいってしまいますし、たとえ自分ではすごく手応えのある映像になったんじゃないかなと思ってても、いろんな都合だったり大人の事情でいざオンエアを見ていたらそこはカットされていたっていうのも普通にある世界です。でも YouTube はその決定権を全て自分が持てます。撮り直したいなと思ったら何度でも撮り直せるし、編集だってたとえ別の人に頼むにしてもテレビドラマや映画と違って細かい注文もできるし、限りなく自分の希望通りのものにできるというわけです。ただ逆を言うと、芸能人の方のチャンネルでも企画や構成編集で手を抜いてしまっている方は、テレビで面白かったのは番組の台本や構成のおかげだったのかと視聴者からの評価が下がってしまって、知名度の高い方であってもあまり視聴数が伸びないっていうケースも残念ながらあります。芸能人がやられてるチャンネルでも伸びてるチャンネルとそうでないチャンネルがあるのはそのためだと思います。ただ丁寧に動画作られてる方のチャンネルは絶大な人気を獲得していくと思います。俳優が YouTube をやるメリットの3つ目は、自分メインの映像にできることです。映画にしてもドラマにしても大抵は複数の出演者がいて、映像に自分だけが映る時間って、まあ主演ではない限りそんなに多くはないと思うんですが、もちろん自分はサブでいいんだっていう方もいるかもしれませんが、芸能を志す人は基本的には自分が主役をやりたいっていう方が多いと思うので、そういう方にとって YouTube はもう最初から最後までずっと自分メインで撮れるわけです。自分がファンの方に伝えたいことも尺にこだわらずに全て伝えられます。つまり自分の魅力だったり持ち味だったりを余すことなく出していけるというわけです。なので自分がやりたいことが明確にある方は YouTube は最高の表現の場だと思います。以上、俳優が YouTuber になる3つのメリットを、僕の持論にはなってしまいますが、お話しさせていただきました。何か参考にしてもらえるところがあったら幸いです。というわけで今回はこの辺にしようと思います。これを見てくださっているあなたが役者としてさらに活躍していってもらえることを心から祈っています。この動画が良かったなと思ってくださった方はグッドボタンを、それとこれからも皆さんに役立つような芸能の情報を動画にしていきますので、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。 Twitter などでシェアなどもしていただけると嬉しいです。またこんなことが知りたいなどありましたら、今後作る動画の参考にさせていただきたいので、コメント欄にご記入いただけたらと思います。動画を最後まで見てくださってどうもありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。